1962年から1970年代にかけて日本ソフトドリンク社から販売されていた当時の瓶。左、果実飲料用右、ドニックウォーター用の背面側。カタカナ表記がシュエップスとなっていることに注意。シュエップスは世界各国で販売されるイギリスのソフトドリンクの炭酸水のブランドである。 主力商品のトニックウォーター18世紀末に、ドイツ人の時計技師であり、発明家のヨハン・ヤコブ・シュベッペが、炭酸ミネラルウォーターを製造する機械を開発し、1783年に、ジュネーブで、シュエップス社を創業。その後、事業拡大のため会社をロンドンに移転。主な商品としては、ジンジャーエール、ビターレモン、トニックウォーターがある。 かつて天然の炭酸水を利用していたことから泉のマークが用いられている。また20世紀に登場した他のソフトドリンクメーカーの飲料よりも総じて炭酸は控えめとなっている。世界各国への進出が行われているが現在は国によって製造者は異なる。かつてキャドバリー社が元祖シュエップス社と合併しキャドバリーシュエップス社となっていたが アメリカ合衆国ではキャドバリー社からスピンオフしたドクターペッパースナップルグループ社が製造販売を担当している。また、イギリス、アイルランド、ブラジル、香港、ニュージーランド、ルーマニア、日本ではコカ・コーラ社が製造、販売を担当している。また、フランスではサントリーグループのオランジーナ・シュエップス社がポーランドでは ペプシコ社が製造を担当している。2008年12月、キャドバリー社はオーストラリアでのシュエップス飲料事業をアサヒビールに売却し、すべてのシュエップス関連事業の売却を完了することを発表した。アサヒビールがシュエップス事業を手掛けるのは10年ぶりである。2009年3月に正式に売買契約を締結。 4月末に売却が完了した。なお、オーストラリア飲料採用手であるコカ・コーラ・アマティル社にも2009年3月までカウンターオファーを仕掛ける権利が残されていたが、独占禁止法などの問題から結局行使されなかった。日本で最初にシュエップスのライセンスを受けたのは1962年3月の日本ソフトドリンク社で、当時はカタカナ表記が シュエップスであった。181ml 入りのリターナブルビンを使用して流通させていたが、同社はその後1974年頃に終売。その後空白期間を経てシュエップスのライセンスを受けたのはアサヒビールで1980年代にアサヒビールの清涼飲料ラインナップの一つとして製造・発売されていた。 1996年のアサヒ飲料発足後に伴うアサヒビールグループの事業再編により1998年に UCC 上島コーヒーに販売権が移り2000年11月からは日本コカ・コーラから販売されている1986年頃のテレビ CM にはリンゴスターが出演したここでは日本法人である 日本コカ・コーラ社の商品展開について記述する。ありがとうございます。